こんばんは、レンゲームズのレンです。今回はムーンファクトリー4で効率のいい木材石材の稼ぎ方を紹介します。ではまず準備するものなんですが、こちらですね、きらめきの種、ダンジョンの種、そしてトウモロコシを準備しましょう。必要に応じて虫眼鏡、激しく伸びるなんかも準備しておくと、かなり便利になります。では実際に畑の方に移動してみます。はい、畑に移動してきました。実際に、きらめきの種とダンジョンの種を植えていきたいと思います。まずはきらめきの種を植えていきます。植え方なんですが、基本的にどこに植えてもらっても大丈夫です。ただやりやすいところに植えてもらった方がいいと思います。実際にやりやすいところっていうのは、この自分の部屋から出てすぐの場所だったり、あとはこの石材、木材石材入れの近くに植えてあげると効率がいいです。今回はここに3マス入れていきます。で、大事なのは、この一区画に4マス植えてしまうと、1本の大きな木になってしまう可能性があるので、3マスまでに留めておきましょう。ダンジョンの花も同じように左右対称に植えていきます。はい、植えたので一回水をあげておきます。そして一度虫眼鏡で見てみましょう。こんな感じになりますね。今注目してもらいたいのは成長速度ですね。成長速度が 1.0 倍、こちらも 1.0 倍になってます。ちょっと成長日数に時間がかかる作物なので、激しく伸びるを使って成長速度を上げておきます。1回ずつまず巻いてみます。そうすると成長速度が 3.0 倍になります。こちらも 3.0 倍です。もう1個ずつ激しく伸びるを巻いておきます。はい、そうすると成長速度が 5.0 倍になります。この状態で作物が育つのを待ってみましょう。ちなみに作物が育つまでの補足なんですが、虫眼鏡を今使ってみたと思うんですが、いちいち農具から虫眼鏡に変えるのが面倒な場合は、虫眼鏡を農具に合成しておきましょう。実際にやってみます。武器の強化を選択して、例えばハンマーに合成をする場合は強化アイテムにハンマーを入れましょう。そして材料に虫眼鏡を投入します。そうすると虫眼鏡の機能を持ったハンマーが完成します。実際畑に出てみると、ハンマーを持った状態で先ほどの成長速度や土質を見ることができるようになります。では作物が成長しきったので、いよいよ木材と石材を回収していきたいと思います。まずはダンジョンの花から石材を回収していきます。この3マスに、範囲が含むように広げて叩いていきます。こんな感じで、あとは回収して木材石材入れにどんどん入れていきましょう。かなり効率よく木材と石材を回収していくことができます。ただこの時に気をつけてほしいのが、あまり調子に乗って叩きすぎて木材や石材をたくさん出しすぎると、こんな感じで先に出たアイテムから消えていってしまいます。なのである程度数は調整しながら石材木材を出していきましょう。
だいたい10個から15個ぐらいまでだったら消える前に回収して木材石材入れに入れることができると思います。注意点2点目、木材石材を回収していくと、どんどんこのダンジョンの花やひらめきの種のこの HP と表示されている部分が減っていきます。実際にやってみますね。ダンジョンの花1回叩いてみます。そうすると先ほど HP74 だったものが72になってます。もう1回叩いてみますね。ごめんなさい、ちょっと違うところ叩いちゃった。こっちですね。はい、72から70になってます。もう1回叩くと68になりましたね。はい、68になりました。どういうことかというと、1回叩いたり伐採したりするたびに HP が2ずつ減っていきます。 HP が0になってしまうとダンジョンの花がなくなってしまったりひらめきの種がなくなってしまいます。なのでなくならないように HP を管理しながら伐採と、採掘を進めていく必要があります。 HP の回復のさせ方なんですが、一番手っ取り早いのはトウモロコシを、耕す方法が一番楽だと思います。実際にトウモロコシを耕してみます。一区画に1個ずつトウモロコシを置いていきましょう。ちょっと投げちゃいましたね。はい、一区画に1マスずつトウモロコシを置きました。ではこれをクワで耕してみます。はい、耕しました。そうすると先ほど HP が70台だったものが153まで回復してます。こうやって HP の微調整をしつつ採掘伐採を進めてもらえれば理論的には無限に回収していくことができます。そして、回収していく際なんですが、きらめきの種、なぜきらめきの種を、チョイスしているかというと、例えば木の種類に関してはオレンジツリーだったりリンゴツリーだったりでも同じように木材を回収することはできます。ただきらめきの種だとグリッター鉱石と言われるものがドロップする可能性があります。ちょっとタイミングよく出てくれるといいんですが、あ、出ましたね。後ろに、グリッター鉱石が1個出ました。こちらのアイテムですね。これグリッター鉱石というアイテムなんですが、アイテムの説明欄を見るとこんな感じですね。たまにきらめきの木から取れるアイテムで、強化に使うと武器の射程が伸びます。結構使う素材なので追加で、ついでに取っておくと便利かなと。一応その点を踏まえて、きらめきの種を推奨しています。ただ純粋に木材の、回収だけでいいよっていう方はオレンジツリーやリンゴツリーでも全然大丈夫です。成長速度だけで言うとオレンジツリーが一番早く成長しきります。以上が効率のいい木材石材の稼ぎ方になりました。ルーンファクトリー5が、5月に発売予定なので、もし、このテクニックを使うことができるようであれば、ぜひ活用してみてください。